はい、皆さんこんにちは、メカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス機動戦士ガンダム戦記、ステージ2オーガスタに吹く風やっていきたいと思います。スタートと。砂漠の風作戦以降、ジオン残党の動きは激化の一途をたどっていた。世界各地における連邦軍基地への同時多発的な強襲作戦、物資強奪が主な目的と考えられる一連の動きについて、連邦軍は後の大規模反攻作戦に備えての行動と判断、そしてさらに新たな問題があらわとなっていく。軍に潜伏していると思われる内通者の存在、砂漠の風作戦における敵残党部隊の待ち伏せの他にも、公にはされていなかった兵器開発工場への襲撃、そして試験旅客機体イフリート那覇との計画的な強奪、これら立て続けに発生した軍の機密事項の漏洩は、連邦軍内部に内通者の存在を確定させる十分な要因となった。これを受けて連邦軍は早急にその調査を進めていく。一方、イフリート那覇との強奪こそ許したものの、結果的に基地防衛を成し遂げたファントムスイープ隊は、その後もジオンの残党によるゲリラ活動の殲滅に奔走していた。わずかな休息すら許されない連戦の最中、遊具空路はトゲ付きの影をひたすら追い続ける。オデッサ基地での失態はファントムスイープ隊に情報がなかった上でのことだった。彼自身に強奪されたことへの責任を追及されることはなかったが、遊具はあのトゲ付きとの戦い以降、決してあの機体を野放しにできないという、イフとも言うべき異常な脅威を感じ取っていた。軍内部の情報漏洩と今なお捕捉すらかなわぬトゲ付きの存在、そういった脳裏に焼き付く不安を拭いきれぬままのファントムスイープ隊に新たな命令が下される。南アジア地方に位置する密林地帯、そこにあるジオン残党の生命線ともいえる敵拠点の殲滅任務、一方大規模な反攻作戦水天の涙作戦を決行すべく、インビジブルナイツもまたその密林の戦地へと出撃を開始。ユーグ・クーロとエリク・ブランケ、二人の男が己の信念と誇りをかけて今再び激突する。オーガスタに吹く風。30分間の待機、休憩は30分か。45分にも満たない。6時間以上働くんだったら45分の休憩を与えなければいけないからね。自分は休んでらんないのか。軍は好きかってなんだそれ。そりゃ戦闘なんてなかった方がいいに決まってるからね。戦争を終わらせるための戦い、まあよくある話だな。
怒らせてしまった。乙女心はわからん。女心は本当にわからん。あれ、こいつも聞いてたの？いや、そんなこと言われてもさ、女心は理解できんよ、俺には。イフリートまた寝てんだこの絵しか用意してないんだろうな、多分。ジオン大君の演説か。ああ、兵役免除ね。なかなかいいところのお坊ちゃん育ちだったのか、こいつは。そうか、ってことはタチアナの方が先輩なのか。まあでもね、軍だとね、もうどん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 偉いやつは出世していくからね。あれ、このイフリートは宇宙でも使えるんだっけ？基本イフリートってなんか地上戦のイメージがあるけど。支援用に2機のザクって言われてもね。まあ、インビジブルナイツ出撃するって言ってるけど、セリフが赤いからね、敵側だよね。インドシア半島、密林地帯。おお、機体が変わっている。まあ確かに密林だとモビルスーツも動きづらいからね。
あ、こいつがジムコマンドなんだ。Gラインスタンダードアーマー。そういう難しい機体だったらさ、ああなるほどね、こいつはこれで十分ってことね。RX78 ガンダムの完全量産型。ザクが2機。あ、もうジムコマンドでさえ旧式になってるんだ。同ターン中に敵軍ユニットを6機以上撃破できるか、これ難しいんだよね。6機以上撃破できるかってさ、絶対進んだら敵が出るってことじゃん。今2機しかいないんだから。あれ、行こうか。てか移動力を合わせていかないとな。こいつ移動力6、ジムなんて絶対6ないし、ほらね、5歩ずつ進んでいくか。そうするとあれ出てきた。あとはこいつも6あんのか。ガトリングスマッシャーが射程5っていうのはでかいな。ちょっと隊長機が先行しているね。じゃあ減らせるだけは減らしておこうか。どれだけ傷つけ合えばいいの、私たちは。痛い。おお強いね。ってことはジムコマンドだな、やっぱり微妙なのは。敵に勢いを感じるな。だからって負ける気はないがね。1,2,3,4 か。これでもうちょっと進むか。ジムコマンドを先行させていこう。トラックの位置取りが難しいな。あんまりトラックはな、食らいたくないからな。でこいつからの攻撃は部下をこれ以上死なせるものか。回避しておいて、トラックは攻撃できないから回避。出てきたね。しかもグフかよ。これ森とかにいた方がいいのかな。出てみるんだっけ地形。20%30%、 20%30%。 おお、森にいた方が良さそうだな。でこいつはちょっと後ろにつこう。トラックを挟む感じで。結構広いね。でガトリングスマッシャーとかさ、当たると多分倒しちゃうからね、ヒット数が多いと。ミサイルランチャーよりヘビーライフルの方が強いね。珍しい。よしよしよし、いい感じの機体だな。超食らうけど。これを1,2,3,4,5,6,6機をうまく倒せる方法でいくとすると、まずはこいつがこの4機に支援が入る位置だけど、ちょっと待って待って待って、こいつがめんどくせえな。一発で倒せればいいけど、ちょっとセーブをして、ガトリングスマッシャーで5000当たれば一発だからね。
まあ、もう一旦ね引き寄せれば楽なんだろうけど、それはちょっと面倒くさいんでガトリングスマッシャー。おいで2ヒット5ヒットじゃなくて2ヒットかで、いいでしょ。あとはこいつをここに置けば、あ、ダメだ、全員入んなかった。ここで全員入るか、いいでしょ。テンションも上がってくれて、でこいつをここに置いて、まあヘビーライフルだな。2人でね倒せるかな。ちょ、安全性を取るか。先にザクを倒そう。いや待って、3回しか行動できないから、グフには攻撃を仕掛けておかないといけないか。じゃあやっぱりこっちだな。これでビームガンでザクを倒す。で、できればこれでグフを倒したい。いいね、G ライン強い強い、かなり使える。で、全員の援護入れよう。オッケー、今回は楽だったな。敵部隊の沈黙を確認。東アジア方面軍との合流地点と思ったら、ジャミングか。これはえ、まだ戦闘が続く。いなくなったと思ったら、距離を詰めるのが早い。サーフェルをさ、普通の剣で受け止めるってさすごくね。てかね、ビームサーベル同士って本来だったら、あの粒子なんでチャンバラがねできないはずなんですよ。あのキンキンってならないはずなんですよ。ホースの水とホースの水でこう切り合うと両方すり抜けるじゃないですか。あんな感じっすね、のはずなんですよビームなんで。何？完全に狙撃モードだな。直撃した。フリッツー、てか聞こえるんだ回線が。
心を鬼にするんだ。てかなんでさ、回線オープンにしてんだよ。おかしくねえか。だってイフリートはさ、ジャミング機なんだからさ、普通に盗聴は無理でしょ。ってことはもう回線をオープンにしていたとしか思えない。シェリー注意。あれ、こいつ誰？おお、ファントムスイープ隊に配属されたロブ・ハートレイ。カマルクマル。言いづらい。ハイメ・カルモナ。絶対こいつの方が年上だよね、見た感じ。でもまあ階級はみんな一緒だからね。そうすると先輩か後輩かが序列をつける感じになるのか。タチアナ、エリック、これをあなたに預かってほしいの。連邦への潜入にタチアナ・デアの持ち物は何一つ持っていけないから。明日から私はシェリー・アリスン、エリック・ブランケとは赤の他人になるわ。タチアナ、そうだとしても覚えておいてくれ。タチアナ・デアは私が姉と慕うたった一人の人間だと。ありがとう、エリック。タチアナ・デアにとってもあなたは可愛い弟だったわね。えエリックは知っている？まだ人類が空に上がる前、人が流れ星に願いを託したことを。願いを託す？そう、ある島国では空から海に落ちるその雫に水天の涙と名付けたそうよ。水天の涙。任務で地球に行ったら毎日夜空を眺めるの。そして水天の涙に祈るわ。戦争が終わり、私たちが全員無事に再会できることを。てかスパイなんてそう簡単にできるんだ。北米都市ニューヨーク。ジオン兵。グフにガトリングがついている。あれ、ザクワンがやられた。あれ、グフもやられた。
遊撃特務部隊。おう、ヒューカーターが部隊長やってんのか。そして腐海をしていくっていう。え、何今のは冗談。あのジムに誰が乗ってんの？普通のジム。あ、カマルクマルか。ようやく実力を認めてくれたか。熱でもあるのか。敵に背を向けているからそうなるんだ。お、ジムコマンドが壊れる。どうせならジムが壊れてほしかった。貴重な機体が。あ、でも機体は爆発してないね。コックピットに食らってしまったのか。引きこもり隊長と呼ぼう。どういう関係なんです？いけない関係なのか？おお、声だけで判別できるのか。しかも混戦していた状態で。いや、そういう命令だからだよ。そうだ、いろいろと事情があるんだよ、連邦だって。まあ確かにそれは辛いよな。しかしこれは戦争なんだ。
あ、まだ発動してなかったんだ。6時間後の出撃。ゆっくりは寝れないね。出撃が6時間後だから6時間は寝れないっていうことでしょ。ああ、1名取り留めたんだ。ていうかさ、俺もこれもまた何回も言うけど、ガンダム戦記やったはずなんだけどさ、物語を全く覚えてないっていう。で、プレステ3のね、ガンダム戦記は宇宙も行くんですよ。で、ガンダム7号機に乗るの、確か宇宙に行く時だったかな。なんか重装備型みたいなのはね、シューティングゲームチックになるときだけしか使えないっていう。あとは普通のガンダム7号機。戦争ってわけじゃないからね。ゲリラとそれを鎮圧する連邦軍っていう。核兵器。まあ確かにもうね、一年戦争は終わったからね、南極条約とかが多分もう無効になってるはずだよね。多分だけど、戦争の後の条約とかよくわかんねえし。おお、とうとう目をつけられたか。こいつは疑う派だな。まあ、お塩さんは疑う疑わない疑わない疑う疑う疑う、やっぱ俺も疑おうみたいな。俺はそうなるね。流されるから。北米南ん東南部か、オーガスタ基地。なんでさ、こうやってモビルスーツが一発でやられてくの。そんなすげえモビルスーツ敵にはないでしょう。いや、うちのグレートジオン部とかだったらできるよ。でもそんな機体はね、ないはずなんだよ。この機体で
カ王も出てきたね。敵の指揮とかわかるんだ。モビルスーツを通してうわーっていうのを感じるのかな。あ、最終防衛ライン突破されてんだ。てかさ、そのカクカク言ってるけどさ、カクっていうのも別にまだ噂でしょ。こいつだけジムっていうのがちょっと悲しいよな。カマルクマルが一番下っ端なのかな。ジムコマンドはもうない、お前はジムだみたいな。おお、やられてる。あれ、こっちにもいるじゃん。ナイフを持ったザクワン、いまだに使ってんだ。こいつが乗ってんだ、かわいそうだな。でも地球からさ、宇宙を支配するっていうのもすごいよね。あんまり支配はできてないけどね。だからジオンっていうのが出てきちゃうんだろうけど。こいつもちょっと市場に走ってきたね。いや、そりゃそうでしょう。インビジブルナイツは貴重な戦力だから。ってことはこれ舞台を上と下に分ける感じか。上にパーフェクトジュングを向かせよう。そうだ。ガンダムだ、ガンダム。こいつが宇宙にしか出れないからな。ガンダムがさ、宇宙しか出れないってどういうことよ。誰を乗っけるかな。アムロだからね、やっぱりガンダム系を乗せたいけどね。余ってないな、機体が。作るか。そうするとここら辺すごいよな。ゼータガンダムじゃなくてダブルゼータガンダムとかめっちゃ高い。サイコハロが異常だな。量産型ダブルゼータ、あー、ゼータガンダム3号機とかかっこいいね。パーフェクトガンダムにしようか。パーフェクトシューティング。いいね。宇宙 B、地上 B。これにしよう。アムロはパーフェクトガンダムに乗ってもらおう。完成したガンダムだ。存分に使ってくれ。あとオプションパーツ。これはさっき7号機が装備していたやつをつければいいから。どれだ？どっかにいるはず。あ、いた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 。まずバーニアと、攻撃力プラス30か。なんか少ねえな。まあいいか。
あれ2つしかつけてなかった。じゃあなんか余ってるっしょこれ。あ、これはもう装備できねえわ、装備してるから。バーニアもだってあるもんな。みんなバーニア装備してんな。ウェポンコンテナにしよう。よし、 OK。 でこいつはザクワンに乗せたから大丈夫でしょ。この編成でいきましょう。下向こう。エリックを撃破。レーダードームを一機も破壊されずにか。まあ、こういうのはね、無双キャラがいればいいんだけど。っていうかさ、戦艦が全然動けねえなこれ。こいつらが邪魔なのか。ここは部隊2人か。あいつがやれちったかな。攻撃は入る？入るし。で、一応まあグレートジャングルがね、無双キャラではあるんで、拡散メガ粒子砲でいいかな。エネルギー的にはこれか。対艦ミサイルか。対艦ミサイルをモビルスーツに当てるって鬼だな。で、ジムスナイパーカスタム届くかな。届くね。12レベル。ここの部隊は全員展開させるか。あ、そうか、 G04 も一応宇宙での運用を想定した機体だから移動力が少ないのか。いや、 やっぱり5だね。射程5あるとだいぶ助かる。これ全体的には強くないよな、ジムスナイパーカスタムも。一年戦争だったら良かったかもしれないけど、もう一年戦争は終わっちゃったからね、一応。まあ、0083までは行ってないけど、0083に行けばね、ガンダム試作機が使えるようになるから、だいぶ楽になると思うけど、宇宙戦闘、あ、そうだ、ここ邪魔だ。全然進めなくなってしまった。ミスった、ここはちょっとアムロ、全面出そう。ショルダーキャノン、倒せるか。よし、なんとか。ショルダーキャノンは結構エネルギー使うね。そしてあんまり命中率がいいわけじゃないな。これ左側がまずいね。そうすると今更だけど、いや、こいつら失敗したな、マジで。全然いけねえわ。どうする？ジオング一応向かわせるだけ向かわせるか。ジョニーライデンと一ターン目くらいはさすがに耐えられるでしょう。てかこいつ機動力すげえな。なんかつけてたっけ。これ横から増援とかが出てくると困るんだよね。ジムカスタム2600か。4000とか食らうとね、かなりきついからな。ガンガン来るね。ガンガン来るけど、今の私にできることは同胞を倒すことのみだ。ほら、レーダードーム回避って。おかしくねえか、回避って。いや、いいんだけど、別に回避してくれたから。てか、やばい。一ターンしか持たないわ、これ。やばい。一ターン目すら持たない可能性がある。ガンダムをちょっと向かわせよう、こっちに。入るよね、よし。ショルダーキャノン。いいねー。
てマジこいつは超邪魔だから、ここら辺に対して使っておこう。戦艦の移動の邪魔にならないっけ。ここ邪魔になるからこっちに行こう。で左の部隊はうわーパーフェクトジオングも基本宇宙だっけな、一応なんとか地上では動けるみたいな、そんな感じか。ジョニーライデンも宇宙だ、そういえばザクワンが盾になるしかない。やばい、アムロを前面に出すか。結局ショルダーキャノン攻撃した意味ねえんだけど、お攻撃力は200あるのか。機動力だな、全然機動力がない、機動力がないから命中率が低いのか。戦艦を動かしてグループ攻撃入る、誰か入る。オーケーオーケーオーケー。でこっちはここの部隊に任せよう。よしで右側の方も行きたいけど、グループ攻撃、複数ロックしようかな。3217当たるかね、全然余裕だ。でグーフも倒せるからガルバルディベープアルファ、どっちアルファの方か。ビームサーベルとビームライフルしか持ってないと結構厳しいんだよね。ビショップも基本は宇宙用だから移動力が低いな。多分次あたり舞台は宇宙に移ると思うんだよね。倒せねえんか、しかもビショップはねマジで脆いからやられる。めっちゃ泣きそうになってる。いや俺も泣きたいよ。あイフリート、イフリートそのまんまだった。まあいいや、あとはギャン、ギャンは届かないか、ミサイルか。どうする、3人入れる、みんな貧弱そうだからな。回避された、危ねえ。でもギャンも200あるんだね攻撃力。これさ誰も入らないよね。1800か、やっぱり機体性能なんだな。エリックが倒れれば次のイベントに進む。どうしようかな、もうパーフェクトジョングでサクッと倒しちゃおうかな。レーダードームがやばいからね、ここのレーダードームがやばい。さっさと5体上願おうか。そのためにはまずこいつらを倒す必要があるか。いや先にハイテンションになろう、ハイテンションになれば一発でしょう。イエーイ、87% か。我らが悲願の達成は目の前に来ている。これ以上邪魔はさせん。よし、レベルが上がった。攻撃力高すぎだろこいつ。すべての防空施設って一個も破壊されてねえし、もう今からでは間に合いません。無理なものは無理なんだ、引き際を見誤るな。
ちょっと待って。いや俺も知らんかったよそんなん。おお、おっと、特攻する気か。全員撤退してしまった。倒しときゃよかった。あと5ターン。え、離脱しようってんの？離脱すんの？そうだ、破壊した方がいいよ。いやー結構下の方にいたなあいつは。いやー下がメインになるのか。そして今度は上誰もいなくなっちゃったかんね。なかなかだな、陸戦型ゲルググ。とりあえずこいつは急行させよう。一回船乗せよう。ちょっとここのジムが邪魔になるな。また全員帰還だな。帰還できなそう。こっちのキャラガルバルディ無理かな。無理だったら強制帰還を使おうか。まあ、こいつはでもここに置こうかってか、トラックとか荷ずれどこにいんだ。レーダーは別にもう破壊されていいのかな。じゃあ一応ちょっとアムロをここに置いておこう。よし超強気頼んだぞ。動かないね。こいつしかも下に行くのかよ。これは結構厳しいマジで。いやお前じゃ無理だもう。絶対間に合わない。こいつマジ邪魔だからこっちの方にどかして、ガルバルディは帰れないね。強制送還をさせるか。ビショップ、スキル強制送還がどっかにあるはず。こいつらいない。あ、リターンいた。こいつだ。リターンさせて回答して下に向かう。でそこからグレートジオングを出す。でこいつはもう突撃させよう。結局さ、こうやってさ無双プレイになるんだよね。てかそうしないとマジ無理だし。でもここまで来れば大丈夫か。ちょっとできるだけ頑張ってみようかな。ミサイルでグループ攻撃の方がいいかな。6か7か。この2人とか倒せねえかな。2人まとめて倒せるとかなりでかいんだけど。6000まで減るのか。見積もりが甘かったな。どれだ隊長機。こいつか。じゃあちょっと隊長機は倒しておくと。
いやー、でもこのアンノーン倒すとスケーク検知もらえんな、やっぱり。で、ガンダムの0号機と、まだ7レベルか。あ、キャンセルして、ビームライフルで大丈夫でしょう。あっちのグフは倒せっかな。ギリギリ当たるけど、お、支援いけるね。よし、 OK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 、 いい感じだ。ストライクアシスト、ブルーディスニードップはさすがに一発で倒せるでしょう。全然ダメだね倒せなかった。なんとか間に合うかな。自作ゼロ号機はちょっと森があるから移動力が落ちてんな。で、こいつなんだよね、やっぱり帰還できねえ。基本的にやはりジオンの機体は宇宙でこそ活躍するな。6600しか当たんねえし。スナイパーはまだ当たるでしょう。え、スナイパーライフルのくせに4しかないのかよ、射程が。帰ろう。ガンダムもな、もうちょっとエネルギーがないんだよね。パーフェクトシューティングとか見たいけどな。見るだけ見ようっと。76%。この感触、いける。ごつすぎだろ、パーフェクトガンダムって。戦艦のメガ粒子砲並みだな。てか、まあ、もともとビームライフルが戦艦のメガ粒子砲並みって言われてるからね、設定上は。6レベル。帰れない、帰れないから、こいつを生贄にしていこう。よし、帰ろう。エネルギーをめちゃくちゃ使うな。こいつどうしようかな。ここら辺にいよう。下に行くか。もう下に行ってサクッと終わらせよう。オッケー。マジで動かんな、あいつら。ガウってなんか積んでんのか、全然見てないけど。255。ああでもクラッチいったからあれだ、テンションが下がるわ。いやー、テンション下がるわーっていうこんな米粒みたいなのを食らって。ドップって7000もあるんだ、ヒットポイント。でもさ、ビームライフルが当たったらさ、一発で倒せそうだけどね、ドップくらい。あと3ターン。積んではないか。ってことは、この2機を捕獲して、ジョニー・ライデンとか
陸の時は陸戦型ゲルブに乗せようかな。シャアのスキルは、特にって感じだな。ここでグループ攻撃で複数ロックで減らそう。よしよしよし。でジョニーライデン、ロケットランチャー。でジオング当たるか。いいね、オールレンジ攻撃。あとはドップが残ってるから、このドップ2機を始末すればいいかな。マットヒーリーが7レベル、ユウが9、マスターピースレイヤー7か。1機ずつ倒そう。レベルは上がらなかった。マットヒーリーも上がらないな、この経験値だったら。さてでは、あ、そうか、ちょっとテンション下がってんだよね。スキルダメージコントロールじゃなくてアタックバースト使おう。ダメージアップ、経験値ブースも使おう。倒せなかったりして、一応ピンポイントで対大型だな、拡散メガ粒子砲、これをピンポイントにぶち込む。対大型と対戦艦は違うか。負けるわけにはいかないんだよ。9万2000とかどんだけオーバーキルしてんだよ。あ、対大型発動したわ。迫る顔だ。なんとか間に合ったかって、お前は何もしてねえだろ。いや無事だよ、ここで突っ立ってただけだから。作戦は続いているんだ。そうだよ、結局時間かよ。何も起こらない。結局スパイが解かれて終わっただけじゃん。
アイロスとフリッツ、まあ別に使わないけど。さてさてさて、クイーンマンサか、クイーンマンサ作っとこう。でこれちょっと待機で G04 はもうぶっちゃけ G04 のまんまでいいでしょう。でここら辺のやつらはまあジムカスタムは鍛えるとして、ジムスナイパーカスタムはジムスナイパー2の方がいいのかね。やっぱり2だし、これだって普通のジムスナイパーだもんね。重装備のガンキャノンは、あ、レベル5か。ビショップとか特にないからイフリートだ。イフリートをどうするか。ケンプファーにしようか。チェーンマインってあれなんだ、マップ兵器なんだ。まあいいや、よしケンプファーにしよう。ギャンはレベル5か。まあ、あとはこんなもんでしょう。パーフェクトガンダムは、まあ、特にないからパーフェクトガンダムのままでいくか。で、あとは捕獲のリクセンゲルグ1機確保して、あとはユニット管理で設計か。量産型サイコガンダムが作れるんだ量産型と名の付くものだったらさ、何でもいいんじゃねえの量産型でも83,000円。収納式ハイメガバスターって名前はかっこいいね。射程もいいし。はい、というところで、じゃあガンダム戦記ステージ2はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、またツイッターのフォローしていただければ幸いです。